フレデリック・バックマンはスウェーデンのコラムニスト、ブロガー、小説家。小説、幸せな一人ぼっちの著者。祖国スウェーデンではベストセラー作家の一人。彼の小説は世界25カ国以上の言語で出版されている。フレデリック・バックマン彼はスウェーデンのヘルシンボリで育った。彼は大学では宗教学を学んでいたが、これは中退で終わった。その後、 トラック運転手、レストランの手伝い、フォークリフトのドライバーなどを経験。2007年、ストックフォルムの雑誌、ムーアマガジンで仕事を得るが、1年半後、職を辞したが、その後もフリーで仕事は継続。以後彼は、ヘルシンボリターゲブラッドと、ムーアマガジンに執筆してきた。バックマンは、もともと、スウェーデンでは、ブロガーとして知られていた。彼は、シティアイスコナ、 ムーア、ベコ、レビン、カフェ、シックス・フレルドラルなどの新聞にコラムを書いてきた。2012年にはメトロにもコラムを書いている。小説家としては2012年の幸せな一人ぼっちが賞状作になる。これは映画化され、同名のタイトル2015年12月25日にプレミア公開された。彼の小説ベルタウンは スウェーデンの映画制作会社フィルムレンスが映像化の権利を購入し、TV ドラマシリーズになる予定である。バックマンは2009年にネダシャフティバックマンと結婚し、二人の子供がいる。ストックホルム近郊のソルナに在住。ありがとうございます。